シャパラルカーズはアメリカのレーシングカー製造会社。1960年代から1990年初頭にかけてスポーツカーレースやカートなどで活躍した。シャパラルはテキサスの石油王で自動車レーサーで技術者でもあるジムホールによって設立された。1960年代に実験的で強力なレースカーを開発し、アメリカの US ロードレーシング選手権や カナディアン、アメリカンチャレンジカップ、ヨーロッパのスポーツカー世界選手権で活躍。1970年代末からカートに挑戦し、伝統のインディー500も制覇した。シャパラルの開発の歴史は1960年代から1970年代に、かけてのレースカーにおける空力やタイヤの鍵となる変化だった。ジムホールは技術者としての訓練を受け、従来の概念にとらわれず、 技術的課題に対して独自の考察に基づく斬新な解決法を示した。彼は、シボレーやファイアストンの技術者チームとも交流があり、空力の変更や科学的な考察を行った。データ収集装置は GM の研究グループが開発した。ホールは、ボールヘンリーのインタビューでこれらについて語っている。なお、かつては、チャパラルという日本語表記もあったが、現在は、 シャパラルが定着している。シャパラルという社名は、ジムホールと共同設立者であるハップ・シャープの姓を組み合わせたところ、シャップラルというスペイン語の単語に響きが似ていたために付けられた。シャップラルは、アメリカ南西部に生息する、格好家の鳥であり、日本足で荒野を失踪することからアメリカでは、ロードランナーとも呼ばれる。この社名と白いボディカラーから、 シャパラルのマシンは白い会長と形容された。創設者、ジム・ホールはヨーロッパ製のスポーツカーを購入してレース活動をしていたがスペアパーツ不足などへの不満からアメリカ製 V8 エンジンを搭載するオリジナルマシンの製作に興味を持った。手始めにモトスカラブ技術者、リック・トラ・アウトマンとトム・バーンズのスポンサーとなり、1961年に二人の設計した シャパラル1がデビューした。ホールはアマチュアレーサーのハップシャープと親しくなり、彼の地元テキサスシューミットランドに移住する。知人らと郊外のラトルスネーク、サーキット建設計画に出資したが、死亡事故で所有権が宙に浮いたため、私有のテストコースとして買収。1962年、隣接地にファクトリーを構え、シャープと共同でシャパラルカーズを設立した。 カリフォルニア国家大学出身のエンジニアでもあるホールはオリジナルマシンの設計に航空工学などの多分野から創造的なアイデアを持ち込んだ。またゼネラルモータースの技術研究グループと密接な関係を持ち実験的なテクノロジーを供与されたと言われる。今日に至るまで GM との関係が公式に発表されたことはないがシャパラルは実践での開発。 テストを担うセミワークス的な存在だったと見られている。1963年から1964年、編集1963年や秋に登場したオリジナルマシンにはデビュー戦でポールポジションを獲得した。1964年はドライバーにホールとシャープ、ロジャーペンスキーを用してアメリカスポーツカークラブ主催の人気カテゴリーユスクにエントリーした。ホールは第二戦で 初優勝し、経営4勝を上げ年間チャンピオンとなる。シャープも1勝し、シャパラルはシリーズ10戦中5戦を制した。また、ユスク以外のレースでも3勝を上げた。1965年、編集スポーツカー世界選手権のセブリング12時間レースに、スポット参戦し、フォードやフェラーリら競合を抑えて、ホール、シャープ組が大金制を上げた。全球戦のユスクでは、 第2戦から8連勝、ワンツーフィニッシュ4回と圧勝した。しかし、クラスごとの得点を含めて、年間順位を決める独自の制度のため、ホールは選手権2位に終わった。10月には、可動式ウィングを装備する 2C が、デビューウィンを飾るなどシャパラルは出場した22レース中16勝を記録し、アメリカのスポーツカーレースを席巻した。1966年、 編集前年のセブリング12時間レース優勝を、ステップに、スポーツカー世界選手権への本格参戦を開始。スポーツカーレースの名手フィルヒル、ヨアキム・ボニエと契約し、グループ6用の 2D を投入した。序盤2戦が不振のため参戦欠場して、開発を進め、ヨーロッパ初戦となる、ニュルブルクリンク 1000km で優勝した。ヨーロッパの主要イベントにおける、 アメリカ社の優勝は1921年 AFC グランプリのデューセンバーグ以来であった。ルマン24時間レース初挑戦は予選10位、決勝は7時間過ぎにリタイアした。秋に始まった北米のキャン・アムシリーズにはグループ7用の2位で参戦。第2戦で登場した2位は巨大なハイマウントウィングで関係者や観客の度肝を抜いた。第4戦ではヒルと ホールがワンツーフィニッシュを飾り、結果的にこれがキャンアムにおける唯一の勝利となった。ヒルはジョン・サーティースと初代チャンピオンを争ったが、最終戦でウィング・ハソンのトラブルに泣いた。1967年、編集スポーツカー世界選手権に7リッターエンジンとハイマウントウィングを備えた2階を投入する。ドライバーはヒルとマイク・スペンス。開幕戦。 デートな24時間レースでトップを改装するが、運転ミスで勝機を逃した。以降3度のボールポジションなど速さを見せるものの、マシントラブルが頻発し、リタイアを重ねた。ルマン24時間レースには2大体制でエントリーし、予選2位を獲得。決勝は3位走行中に、トランスミッションのトラブルでピットインし、修理するも18時間過ぎにリタイアとなった。最終戦。 BOAC500 マイルで初完走し優勝。昼の引退レースを飾った。キャンアムには7リッターエンジンの通じ1台体制で参戦。ホールが2位2回を記録するが、信頼性不足に苦しみマクラーレン税に6戦5勝を許した。1968年、編集この年からスポーツカー世界選手権のレギュレーションが変更され、5リッター以上の エンジン搭載車が締め出されたため、ホールのキャンアム3000のみとなる。新型の 2H を投入する予定だったが、テストで不具合が見つかったため 2G を改良して使用した。この年も、マクラーレン勢が全勝し、オウシャパラルには、不運が続いた。最終戦スターダスト GP では、前走車に追突し、マシンが横転、炎上する大事故を起こし、ホールは、 両足骨折などの重傷を負った。1969年、編集リハビリ中のホールに代わりキャンアム、初代王者ジョン・サーティースが加入するが、2H の開発をめぐりチームと意見が対立した。11戦中6戦は 2H を使用したが、他は、サーティースの希望で、マクラーレン M12 を購入して出走した。成績に失望したサーティースは一戦を残して、チームを去り、 意欲作 2H は失敗作とみなされることになった。1970年、編集、シボレーの要請を受け、シボレーカマロのワークスチームとして、ツーリングカーのトランス、アメリカンセダンシリーズに参戦する。ホールは復帰したがシーズン中に、レーサー活動を終えた。公認のビッグエル・フォードが一勝したものの、フォードマスタングに勝てず、ワークス体制もこの年までだった。キャン・アムでは、 前年の挫折にめげず、さらに過激なサッカーカー 2J を開発した。トランスアムトの掛け持ちと資金不足により出走は限られたが、デビュー戦は前年の F1 王者ジャッキー・スチュワートが運転し、エルフォードに交代した後は3戦とも、ポールポジションを獲得した。この時予選2位に最大2.2秒差をつけている。初期トラブルのため完走は6位1回のみだったが、4戦とも、 最速ラップを記録するなど、驚異的なポテンシャルを示した。翌年への期待を抱かせた型チームから、規定違反とのクレームを浴び、シーズン後に、スカから、使用禁止処分を下された。これに失望したホールは、キャンアムからの撤退を決めた。第1期、編集キャンアム撤退後シャパラルは一時レースから、離れたが、ローラの北米輸入代理業者、カールハースと手を組み、 ローラのマシンで、回5000や、オイルショック中断後に再開されたキャノアム第2期に参戦した。1978年には合衆国自動車クラブが主催する北米オープンホイールカーレースの最高峰、インディカーシリーズに参戦する。マシンは、ローラ T500、エンジンは、コスワース DFX、ドライバーのアルアンサーは、伝統のインディ500で3度目の優勝を果たし、これを含む、 シーズン3勝を挙げた。1979年は、ハースと別れ自社製、マシン 2K を開発。アスカから独立した、カートシリーズに参戦し、アンサーが最終戦フェニックスで優勝した。1980年はアンサーに代わりジョニー・ラザ・フォードが加入。インディ500での3度目の優勝など12戦中5勝の、好成績を残し、見事にシリーズチャンピオンに輝いた。 カーナンバー1番をつけた1981年は、開幕戦こそ制したものの、シーズン途中で 2K を諦めマーチの写真を使用。シーズン後にはカートからの撤退を表明した。第2期、編集以降は、チーム名は、シャパラルではなくジムホール名義での参戦となる。1991年、ベルギーの VDS チームと提携し、ホール VDS レーシングとして、 ハートに再挑戦した。マシンは、ローラシボーレー。開幕戦ゴールドコースト GP で、ジョン・アンドレッティが初優勝を決めた。1994年、VDS と別れ、ジムホールレーシングとなる。マシンは1994年が、レーナード・イルモア。1995年より、レーナード・ホンダ。ドライバーは1993年と1994年は、ベテランの手をファビ。 1995年に加入した新人、ジルド・フェランは最終戦モントレー GP で初優勝し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。1996年にはフェランが2勝目を挙げ、ホールはこの年限りでチームオーナー業を引退した。その後は目立った動きはなかったが、2014年にビジョング・ラン・ツー・リスモの一環として、シャパラルの名が復活。シボレーのダブルネームで、 シボレーシャパラルに X ビジョングランツーリスモが発表された。シャパラルの歴代マシンは本拠地のファクトリーでレストアされミッドランド市内のペトロリアム博物館に常設展示されている。また各地のヒストリックカーイベントで走行し用年の有志を披露している。シャパラル1は設計、製作者の中からトラウトマンバーンズシャパラルとも呼ばれる場合もある。 シャーシは当時一般的な交換マルチチューブラーフレームでフロントにスモールブロックシェビーことシボレーオフ4.6リッター V8 エンジンを搭載する。製作された5台のうち1号車と3号車をホールが使用しタワープライベーターへ販売された。1961年から1962年まで使用されたが時代はミッドシップマシンへの過渡期にあり FR 車は 時代遅れになりつつあった。2アンペアシャパラルカーズの象徴作であるには、シリーズ通販でエーとも呼ばれ、3台が製作された。シャーシはツインチューブ型のセミモノコックで、素材として強度と加工自由度が高い繊維強化プラスチックを採用した。設計には、ジェネラルダイナミクスの航空技師、アンディグリーンが協力し、後に開業したレーシングヨット工房で、 FRP モノコックを製作した。ミッドシップ搭載のエンジンは開発中はオールズモビル製だったが、1963年秋にレースデビューした時にはシボレー5.36リッターとなった。1964年にはフロント周りが鋭角的なフォルムに変更され、新たにセミオートマチックトランスミッションとアルミ製ブロックのシボレーエンジンが搭載された。 セミ AT 変速機は、トルクコンバーターを使った一段シフトで、ドライバーのクラッチ操作を不要とした。これらは、GM の実験者グジーから流用したもので、秘密のユニットとして、ジャーナリストたちの後期の視線を集めることになる。さらに、口ひげと呼ばれる、ノーズフィン、フロントフェンダー上のルーバー、ボンネット上の通気ダクト、ニシーから流用された可変ウィングなども順に追加された。 1965年シーズン終盤に登場した2代目の 2C は、モノコックが軽量なアルミで製作された。以後、2G まで耐久レース用には、FRP、スプリントレース用には、アルミのモノコックという使い分けがされた。リアデッキに、フリッパーと呼ばれる、油圧式稼働ウィングを備え、操縦席には、セミエティで不要になった、クラッチペダルに代わりウィング調節用ペダルがあった。 ドライバーは、直線ではペダルを踏んで、ウィングを寝かせて、空気抵抗を減らし、コーナー区間ではペダルを離して、ウィングを立て必要なダウンホースを得ることができた。ニッシーは車体に振動が起こるため、アイボールジグラーというニックネームで呼ばれた。1966年にルブルクリンクにて、ヨアキム・ボニエが運転する 2D2D は1966年の、 スポーツカー世界選手権3専用に2 a をクローズドボディ化したものでグループ6規定の保安部品トランクルームやスペアタイヤも設置されたシャパラルがクローズドを採用したのは 2D が初めてでライバルのフェラーリやポルシェが研究されたニ c シーの可動式ウィングを受け継いだがデビュー戦後に固定式スポイラーに戻されたセミエ t ティ変速機は2段から3段に変更ヨーロッパラウンドには ヘッドライトの4灯化、屋根状の吸気ボックス設置、インテークマニホールドの短縮などが施された改良型が登場した。また、1967年には7リッターエンジンに換装し、キャンアム開幕2000に出走した。2E2E、e、は1966年のキャン・アムシリーズ用のマシン。2C ベースのアルミモノコックで2足セミ AT を備えていた。 最大の特徴は、車体後部にそそり立つ巨大なリアウィングで、車体周りの乱流を避けるため2メートル近い高さに設置され、2シート同様にドライバーが左足で角度を調節できた。それまでの可動式ウィングは、高ダウン方筋に車高が下がりすぎ、車体の底をする問題があったため、2E では、ウィングの2本の支柱を後輪のアップライトに直結し、 バネ下に荷重がかかるように工夫された。また、ラジエーターは重量配分を後ろ寄りにするためフロントからボディ両脇に移設された。ノーズ内部のエアダクトに空気流入量を調節するフラップをつけ、リアウィングと連動して、車体前後のダウンホースバランスを取った。1967年ニュルブルクリンクにて、 マイクスペンスが運転する2階2階は1967年のスポーツカー世界選手権用のマシン。2D の FRP モノコックをベースにエンジンをビッグブロックシェビーことボレー7リッター V8 エンジンへ換装した。ボディの形状はそれまでの局面的なものから角張ったデザインに変わり、2 e と同様の可動式ハイマウントウィングを取り付けた。 シーズン中にオイルクーラーをフロントに移し、ウィングの支柱を横面形状とする改良もなされた。エンジンの大排気量化により速さは手に入れたが、従来型の3速セミ AT 変速機が出力上昇に耐えきれずオーバーヒートし、長距離レースではオイル漏れによるトラブルが持病となった。通知は1967年のキャン、アムシリーズ用のマシン。 2位、e、のアルミモノコックをベースにエンジンを7リッター化し、可動式ハイマウントウィングと3速セミ AT を装備した。2年目の1968年には、吸気ボックスの設置、リアタイヤのワイド化に伴うオーバーフェンダーの追加、ウィング両端のサイズ延長などが行われた。2H2H は1969年のキャン、アムシリーズ用のマシン。エアロパーツに頼る。 それまでのコンセプトを見直し、空気抵抗を減らすため前方と車服を極力抑えた斬新なスタイリングとなった。マシン先端からコックピット上までなだらかなウェッジシェープを描き、ドライバーは寝そべるような着座姿勢で、透明スクリーン越しに前方を見る形となる。モノコックとボディは FRP 一体成型で、ラジエターは両サイドからボディコ部へ移された。後輪サスペンションに、 ドディオマークスルを採用したが、異常振動が発生したため実践投入が1、シーズン延期された。さらに、ドライバーのサーティースが視界不良を訴えたため、着座位置を上げ、スクリーン上部を開口する改造も加えられ、デビューが遅れた。シーズン終盤には異様なほど巨大なハイマウントウィングも装備された。2J1970 年のキャン。 アムシリーズに登場したニジェは、シャパラルの最も得意なマシンである。いわゆるファンカーに分類される車の一台で、バキュームクリーナーとあだ名された。GM 技術研究グループの実験者を、シャパラルがレース用に改良したもので、車体内部の空気を強制的に吸い出すことで路面との間に、不圧空間が生まれ、ダウンホースが発生するというアイデアを実践している。車体の前輪より、 後ろは箱型のボディに覆われ変速機上部に設置した 274cc の補助エンジンで17インチのファン2機を回し車体後部から空気を排出する。さらにボディカブをリアサスペンションと連動する可動式スカートで囲み低圧状態を保持する仕組みも付けられた。ウィングでは低速コーナーでダウンホースが不足するという問題があったがこの装置は どの速度でも常に大きなダウンホースが得られるという利点があった。また、ファンから、ホコリや小石を撒き散らすため、後ろを走るドライバーには迷惑がられたという。エンジンは7.6リッターまで拡大。モノコックはアルミ製で、フロントボディは FRP 製、リアボディはアルミハニコム製、ラジエーターはスペースの都合でフロントに戻された。後期型では、 ファンの駆動用ベルトがボディ内部から外側に移された。2K2K はシャパラル初のオープンホイールカーで1979年から1981年にかけてカートシリーズに出走した。開一でロータスが発明し成功を収めたグラウンドエフェクトカーの理論を導入している。エンジンは3リッターターボのコスワース DFX。 1980年のインディ500では、ジョニー・ラザ・フォードが圧倒的な速さで優勝し、年間チャンピオンも獲得する成功作となった。設計者、ジョン・バーナードは、その後回一へ転身し、マクラーレン MP4 シリーズを生み出した。ブラバム会にマシンの前後ハイマウントイング、ファンカー・ブラバム BT46 バイトシャパラルの 技術的挑戦は非金属素材によるモノコック製造、サイドラジエーターなど後のレーシングカーデザインで一般化する手法を先取りするものだった。ドライバーをクラッチ操作から解放するセミ AT 変速機は1980年代にポルシェ962が実験的に PDK を搭載。第一ではフェラーリ640以降1990年代に 全チームに普及している。ウィングに関しては、1920年代の速度、記録挑戦者から、高速走行中の揚力発生を抑えるために装着した例はあった。しかし、稼働装置や、ハイマウント方式、リアサスペンションに直接作用する設計は斬新かつ、合理的であり、ダウンホースを利用して、タイヤのグリップ力を増し、コーナリング性能を高めるという発想は、 レーシングカーの空力設計の新たなスタンダードとなった。キャンアムのライバルチームもこれらを模倣し、日本でも日産 R381 が、ウィングが左右独立して角度調節できるエアロスタビライザーを搭載し、1968年の日本グランプリで優勝する秘密兵器となった。会一でも1968年中頃から、 サスペンション直結式のハイマウントウィングが流行。しかし、この方式には、路面からの振動でウィングの支柱が損傷するという危険があり、実際にシャパラルも何度かトラブルにあっている。会一で起きた重大事故を重く見た、国際自動車連盟は1969年中頃にエアロパーツは車体に固定され、稼働してはならないとする新規定を発行し、 ウィングの高さや位置も制限した。これにより FIA 等カツカのカテゴリでシャパラル流のウィングは使用できなくなった。2J の強制廃棄システムは可動エアロパーツとみなされるのか、シャパラルは主催者のスカに問い合わせた上でレース出場に踏み切った。スカワタチームから抗議を受けても合法との判断を示したが、後に FIA の方針に従う形で使用禁止処分を下した。 しかし、車体下面の不圧状態で路面に吸い付くというコンセプト自体は1970年代後半のグラウンドエフェクトカーに受け継がれる。1978年には 2J の再現とも言えるファンカーブラバム BT46 バイトが登場し、デビュー戦のスウェーデン GP で優勝した。デザイナーのゴードン・マレーはファンが空力不可物ではなくエンジン冷却用と主張して承諾を得たが、 結局これも禁止された。ありがとうございます。